東京のガンガンレースに空気読めるようになったんや、ムカデ君おめでとう。イエーイ。だからこっちはガンガンマフィーで上げてくハーディーが登場のこと始まるバーディー。イエーイ。こいつが三重心、放課後に隠れた俺がフォーシャドウだよ。バーディー以外に敵はいねえんだったら俺超敵じゃん。それなら言わしてもらうぜ。ハーディー以外に敵はいねえなら HARD チェックマイネス。俺はいらねえんだよ発射がね。だってラップすんのは明日のため。いや勘違いすんなよ、ラッパーコメディアン、どれも俺は乗せるオシャレさ。 B.I.G. はいっぱいいていいと思うけど、ノートリアスは俺一人だけでいいんだよ。だからこのフローは俺がノートリナスんだろ。最近バトルにやたら音源の数やらライブの数やら出すやつがいるが、いつの間にか俺はラッパーになってた。いつの間にかまたクソガキの頂点に立ってた。の B 静岡の B、 こいつら終わったらレスキンピース。わかるだろこんなこと、おい MRJ もう一回調子はどうだ。調子はどう、最後噛んで台無し。わかるだろガイナリ、まるで神奈川いるぜ横にキースバック。よそういうこと、俺が SGOK プロローグライム見せるだけだってストロングスタイル。ストロング3000フィート、イエー3000フィート2000フィート、これで実証するだけだぜ。第6試合目ゾルタクスゼイヤン6、そういうことだぜ悪魔の数字。こいつらはアスカバンの囚人。サッカーベースするならば俺ってクミッシャンのイニエスタ。クラマス電磁波動拳、電磁波動拳忘れないでサイファーした公園。よ池袋サイファーした公園、眉間に打ち込む38口径。俺は飛びつき、スキルはリスキー、ザコは首吊り、ビッチ stay with me。 俺が若手、お前はじいちゃん、それでいいじゃん、俺はイケてる兄ちゃん、どっちがいいら、俺ならビーラ、脱ぎ捨てじいちゃん、それでいいじゃん。お前何様なんだよ、上から同い年、戦ってるそれに気づかない、読めるようになった空気一世を風靡、まるで次は成長した2年後のルフィ。間違いねえ、俺ら黒さ残す、だから大丈夫ね、伸ばす赤外線。ハーディー以外に敵はいねえだろ。お前が100人いったビッチビッチビッチだって聞きたいつばけ、あとキッキビビディリハ。お前が言った何、彼女募集中、俺はオシャレだから連れてく青の洞窟。神様が泣いてることに君は気づけてないでしょ。俺の前がこんなもんってみんなは調子のだから、ワークしてる毎日変わんねえ。だから俺もずっと次進むのみだぜ。ジャンボサイズでレッドアイズ、悪くないが始まりの合図。ワークしてるだけ何も変わらないで、やってる意味がない。ああだから俺だってマイクのため、そしてラップするのは明日のためだろ。予選から出てきて本当に良かったよ。だって最近ゼロゼロ調子に乗ってる言われる。だから本戦の誘いを断り、予選から当日エントリー、このマイクで優勝したぜ。みんなありがとう。追い果てない夢の旅、抜けた下町から見てる先。 Yo 今夜は俺だけをチェックレイで MRJ のファンキスベベベイベー。 Yeah まず年齢ついてこれるかな MRJ、 まず年齢なんか関係ねえ、ゼロゼロ世代で俺まず最前線。まず名ゼリフもないくせにモテまくれな俺をディスって、それで終わり。俺オオカミくん、まず豚さんグッと食う、yeah、いつでも食うこのやり方、逆にお前が誰やねん、yeah、iPhone 持って海に落ちとけばいいんじゃね。いつだって構えてるラップセリフ。その通りだぜベストバウト、ここからがって俺たちはノーダウトで決めてくだけだぜ。ハイ&ローから上げてくラップだぜ。よし楽しい当たり前、ミュージックを届けるのも当たり前、最後に8と4度を越すようなラップじゃなく、グループで作り出すミュージックルーム。あはよよ、お前は田町だろ、ムカデのスタイル似てんだよ、お前たち言えた次元がよ、レッツゲイの俺のパーティーの始まりだぜ。やラップが前の綿で分かってたやつすぐに下がれ、俺の名前聞いたらすぐ分からはった。大丈夫大丈夫、俺とは違う次元で分かってね、お前の仕掛けも俺はしっかり感じね。俺は何も仕込んでもないし、どこもダヘッドで決めてるタイプ。お前は言ったってやっちゃった、俺が本気出しゃ簡単じゃん。お前の早口は早いだけ、そんな早口は願い下げ、態度と言葉がでかいだけ、全員まとめてこいつのことしまいだれ。いや
俺は早口早いだけじゃねえんだ、音楽っていうのはそこにはねえんだ、俺の言葉をもう一度リメンバー。 Yo 七並べ、俺はそんなことしなくてもラッキーセブン常に叶ってるぜ、極楽浄土富士系ダブルス満を持して登場。いいからって俺は手抜きとかはしない、ニコニコやることはやめた、あいにく優勝がしたい。あんたは昔バイクコールとかやってたけど単車乗ったことあるんですか、ムカデくんさんよ。ブンブンだってよ、知らない奴が言うんだよ、こいつは乗ったことないのに単なる生きがり坊主、なめんなこったら本場の湘南コール。間違いないぜ、あんたのことは俺もちゃんと見てる、だから面倒も見てくれてることも感謝してる、だから今日は土足であんたの胸を借りるぜ。間違いないでしょ、俺は認めてる人にはちゃんとリスペクトを送る、俺なりのリスペクト、それはピーツじゃない、あえてバチバチでやる勝負もありだな。間違いない、中指の先に何があるか俺はちゃんと知ってる、小指で小指を立てるのも俺にとっちゃ中指立てるのと一緒なんだよ。町の文化それはあんたとは違う、経験もあんたの方が多いかもしんない、こんな年が離れてんのに前面になるってヒップホップ最高じゃん。すごいぜ、俺はまだ命かけるとか重い言葉は言えねえけど、俺なりの人生全部マイクにぶつけてる、社会っていうものがマイクに変わったんだよ。これが人生、俺の中に何を描く、今日だけは負けらんねえ、 TOKIO の弁もせよ、揉めたけど俺の背中を見ててくれ。怒らない代わりに俺が教えておきある、お前が生徒で俺が教師だ、バイクのパクり方、タバコの吸い方ではない、喧嘩のやり方一からレクチャー、俺のやり方これが分かってるか、俺はガキには絶対怒らねえって決めてるから、ジャイアンとは言われるが弱い者いじめしないラッパーだ。楽しいぜ、真正面にぶつかって、あん時は喧嘩とかしちゃったけどごめんね、だけどこうやって生きがるばっかりやつじゃない、いいコース来ても俺はガッキンホームランバッター。バカやめんな、昔な中1とかバレー坊主で野球やってた頃もあったよ、だけど今じゃラッパーとして変わってなんかずれちゃってリーゼントになっちまったよ。よー、ここは演説する場所じゃないんですけども、初っ端から滑ってますけど大丈夫ですか、俺はベトベトにならない、俺チューハイだけでメロメロ、センスあるやつはメロメロ、良い子は早く寝とけよ、ネタでお前は備えてる、マジでつまらないやつだな、俺はいつでもラインブレイクしに来てんだ、ジェイミー・バーディー、エディソン・カバーニー、俺はいつでもアグレッシブかつクリエイティブオルタナティブ HMZ アグレッシブ HM よ、ぶちかましに来たぜ、意気込みは Twitter で押さえとけ、ああ一仮面ライダーアマゾン、お前はアマゾン側で歴史、それは当たり前、俺はオーズの世代だぜ、こっからメタモルフォーゼ、仮面ライダーの下りこんな楽勝で一生よ、いつも同じのはいいよ、俺は結構見せるロナウジーよ、7日間も命がないぜ、こいつは7秒で死ぬ運命、あは油ゼミ見とけ、 iPhone 着信あり泣き面に8、こいつはムシムシいいんだけ、マジつまらねえ、渋谷サーカス言語のサーカス集団、いい外の花サーカス集団、言語になってね、お前が言ったミュージック上げてくくルーミング、大丈夫粉々夏ムーシーク、俺白黒でもいける、 I'm a virgin で来た、わからない、お前が道楽で俺が音楽、お前がコーラスで俺がボーカル、わかる、これがつまらないね、俺武蔵小山ナンバー機関車飛ばす、できたかもしんない、すぐに飛ばす、ナンセンスって言葉を知ってるか、それは現実と自分で決めた、見てるものだって生かした感情、お前は最初せめてナンバー2でしょ、行かれてない、それだけ全然いけてない、俺らいけてる分かってるか、簡単にだらない、ミュージックを鳴らしてこうぜ、楽しもうや、価値あるもの価値浴びないスポットライト、いつまでやってるお涙頂戴、マジヒップホップの発達障害、数分けして始めるショータイム、消えてるよ分かってるぞ、俺らはサンシャイン、まるで空前絶後、言ってることが分かってない、あれまあさっきと全然変わってない、なら分からんから今革命の時だな、変化させちまほら素敵な場所やけ、
楽しんでる。分かってる。金感情より大事な感情あればあり、やっちゃったなんて言わないからまた勝っちゃった。大丈夫、ここまで頑張った。やっぱ昼飯ビシッとハンバーガー。楽しんでるだけバカてる好み、絶対親では誰にも負けることできないからまたこの城部下での名前出すの汚ねえ。てか仕掛けも見かけも見た目もいらねえ。いらねえ。そっかまた仕掛け大丈夫、不死刑だもえ殺しに来たぜ。やぁ簡単さん勝っちゃった。大丈夫、全然言ってることがさっき曲がってる。これ有言不実行、もう一回言う空前絶後ビジネス。ガードマンいざよい普段のメンバーでしてるこいつらも所詮は豚の餌。なぜ枯れてるジブレクレナイの豚陰分野特化型のスペシャリスト集団。そう、俺も心の会話オリジナルかな。俺は路上に咲く花、テープ中の塔を教えていく。香港マフィアが登る、俺は歩行階段、もしくは散ってく桜の花びら。よ、引き殺していくランフラットタイヤ。ビートの上で夏立場のバカ時間、俺天才だぜ有原の成平。なぜシグチューナと今また出てきたピンクミアンドオーリマ。ほんで豊かなまるで秋葉系ファッション、勝利が俺の待ち合わせ場所。お疲れさまここでナイスカメラアクション。波風みなと割にヤバい。よまるで言う生麦の声生卵。今見て安心してください、履いてますよ。炎症戦場楽しんでいくぜ。そうまるで伝説ポケモン。よ知っていくだけ永遠のゼロ。引き殺しません僕高速鉄道。全て全然どっちがヤバいか。炎症戦場ウェブしながら跳ねていく007。まるで消しゴム好き鉛筆。投げ続くストーリーの連続テレビ小説。よ油ゼミでカスタードケーキ、顔面がハフタビット芸人。タヌキネイリーからもハングリー精神見せる、まるでファンタスティックベイビー。タヌさん待ってワニスだけ見せて、これの光る、これがカリスマ性。さながら魅力レオナルド・ディカプリオ。タコは皆殺しのチェルノブイリ原発事故。内戦発音でけ対戦相手、敵の大爆発張りで打ち込む、まるでファイナルファンタジー展。ここで戦争第二次世界大戦。あることは敵が消えるだけ、俺も敵同時またもうレディゴー。下でくネイロ傾けるベクトン見せるスピリチュアルコネクト。こいつは逆陰も踏みない毒に入れる黄色スズメバチ。まるだぜまるで義乳毒せたいかさばいてチーズトンペ焼き。理由だと思う、戦えなければ生き残れないような状況、まるで真っ黒に染まるブラックのインドネシア人。そう今が即興、知らないけどビバヴァンリの頂上。キズナマリボンド季節魔境表情、捕まえます珍獣ハンター妹。Yeah! マジで酔いまで渋滞中ついてフリースタイルブーム、急すれば通じプラネタリウム、目の前の酢豚もフライパンで90。Yeah! 守りかどっちかにしてよ。シルバーエルフとか出てこれよくと真っ赤なんですけど、色何色ですか。走ってくチーターにディレクチーターバッターだから走っちゃダメ、打席しっかりホームラン打ってくれ。僕の方が絶対にトークだ、しっかりあるけどそのあたり勝負感。夜中にちょっとビートズレただけど僕ズレたあまりのホームラン。イエーチューハイクはベローベローで君は未成年でしょうでしょう。ずーとか言わないで、僕逮捕00世代目指してるから。そういうのやめろ、ゆかりくんしっかりやってこい。